はい、皆さんこんにちは。ストリートインストラクター井川直輔です。あなたのスキルをエクセルでエクセレントにしたい。はい、始まってまいりました。今日もですね、引き続きエクセルのマクロに関してご紹介をしたいというふうに思います。前回、ご紹介した通り、閉じているエクセルのブックから、こっちはね、もう閉じてる状態で、で別のエクセルのファイルを開いてボタンを1こうポンと押すと、こっちの値がこちらの方にポンと飛んでくるという、まるで手品のようなマジックのようなマクロになってます。そんなことができるんかいと思うかもしれないんですけど、できるんですね。はい、あの VBA の魔法のコードを知っていればですね。はい、ここが、マクロとなんて言うんですかね、関数の違いで、関数っていうのはまあ、見えてる必要があるかどうかっていうのは分からないですけど、すごい関数の技っていうのは、関数の技はできるんですけど、なんかこうね、あのボタン一発でどうこうとかっていうのはできないし、関数っていうのはセルの中の数式が飛んじゃったりとか、何かどっか一人がね、あの変なことをやってしまえばもう全部形が崩れるっていうようなことがありますけど、マクロっていうのは基本そういうことがないので、これはすごい便利なんじゃないかなっていうふうに私は思っております。はい、なので、今日は、この、マクロの方をご覧に入れたいと思います。はい、ではパソコンの画面に行きます。はい、それでは早速やっていきたいというふうに思います。今日は、閉じている Excel のブックから、別のブックに転記するというマクロを皆さんにご覧に入れたいというふうに思います。まるで手品のような、技になっております。お見逃しのないようによろしくお願いいたします。今、この手数とというところにこう22222っていうふうに入ってます。いいですかね。はい、ほいで、この転記という、ブックの方にこのテストを閉じた状態で皆さんにお見せいたします。はい、それでは一瞬でございますのでお見逃しのないようにお願いいたします。はい、では、ミュージックスタート。チャララララチャララ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 ってね、本当はポール・モリアを載せたいんですけど、著作権の関係上載っけることができないので、私の声で申し訳ありません。はい、じゃあミュージックを止めて ここから解説をしていきたいというふうに思います。もう僕の動画を見ていただいている方でしたらもう分かるというふうに思うんですけど、何が分かるかと言いますと、異なったね、Excel とアクセスで転送ができるんだから、Excel と Excel、まあ僕やったことないですけど、アクセスとアクセスも転送ができるんじゃないかっていうことが皆さんご理解できますでしょうかね。はい。で、なんかこういうデータの、転送的なものっていうのは、僕はアクセスの方が優れているというふうに思います。何もしなくても、リンクテーブルって、まあ、一回皆さんにご紹介したと思うんですけど、Excel とアクセスの連携のところで、管理者だけが見るアクセスを作って、そこでリアルタイムで部下が使っているアクセスとテーブルをつなげばいいっていうお話をしたと思うんですけど、すごい簡単にできます。Excel と Excel はそういうふうにはいきません。で、コードを書かなければならないんですね。で、コード、どういうコードになってるかっていうと、極めて、簡単なコードになってます。はい、ここはもう想像力の問題ですね。前回までは DIM、WS、AS、ワークシートみたいな感じで、ワークシート、つまり、ここの、ワークシートを変数として宣言をしていったんですけど、ワークシートができるんだったら、ワークブック、つまり、別の Excel ファイルも変数を使って、宣言できるはずだっていうことを分かっていただきたいですね。はい、で、今度はワークブックスオープン、this workbook dot pass and test dot xlsx っていうふうになってます。で、これも僕の動画を見ていただいてたら、分かるんですけど、ここは相対パスっていうのを使ってます。相対パス。
これなぜ相対パスを使うかっていうのを、皆さんに後でご紹介をしたいというふうに思います。で、セットワークシート、WB1 イコールアクティブワークブックっていうふうにして、アクティブなワークブックからマクロワークにデータをコピーっていうふうにします。つまり天気の方に突っ込んでこいよっていうふうに書いてます。で、ワークシートっていうのはこれシート1をこのように書くこともできますし、こんなね、クォーテーションを打って、1みたいな、こんな感じでも書けますけど、まあ、ここは、ごくシンプルに書きます。まあ、クォーテーションを、打たない分だけこっちの方がいいかななんていうふうに思いますね。そして、ワークシート、つまり、宣言したワークブックのレンジの A から10までをコピーして、そして天気の方にレンジの1からレンジの10までをコピーしなさいと。そして開いたものは必ず閉じるということですね。はい。これで出来上がりになります。はい、極めて簡単なコードになっていると思います。じゃあ、お待ちかねの、なんで、ここを、説明しなければならないかというと、これを多分皆さんがウェブ上で拾ってくるとできないかもしれません。なぜできないかというと、ここのパスのことをこれ相対パスと言います。なぜ僕は相対パスを使うかというとですね、皆さんにサンプルファイルをお渡ししたときに相対パスで書いていないと、バランバランに一つは C ドライブ、もう一個のファイルは D ドライブっていうふうにやると、皆さんがここのパスを書き直さなければならないんですよ。わかりますかね。書き直さなければならないんです。なので、その書き直すのが不便だなというふうに思ったら、必ずこの同一フォルダー内、つまり190810というフォルダー内に同じファイルを入れてやるということが重要になってきます。はい。そうすると、皆さんがもし私のところからサンプルファイルを持っていったときに、おそらくはこのフォルダー内で使ってくれると思うんですね。このフォルダー内で使わないとどういうふうになるかというと、今ちょっと お見せします。はい。はい。エラーが出てきます。よくわからないので、では、このマクロのところから動かしてみましょう。そうすると、アプリケーションの定義またはオブジェクト定義エラーですっていうふうになりまして、なんていうんですかね。皆さんが、マクロを、作ってて、触ってて、いじってて、このエラーってよく見ます。アプリケーション定義またはオブジェクト定義のエラーですって。もう何がなんだか全然わかんねえ。で、このエラーを一生懸命ネットで引っ張っていったとしても、多分、同一、パスが、相対パスで書いてあるから、同じフォルダー内に入れてくださいねって答えには、おそらくたどり着けないんじゃないかなっていうふうに思います。これは、ファイルを作る側、つまり私が皆さんにサンプルファイルを提供しているとか、エンジニアとか SE とかがお客様にファイルを提供するときに、これは同一フォルダー内じゃないと動かないので、必ずこうしてくださいねっていう、そういった経験がないと、おそらくわからないんじゃないかなっていうような気がしますね。うん。なので、これをそのまま持ってきて、ネット上からやって、パタッとやったとしても、アプリケーション定義、もしくは、またはオブジェクトの定義エラーですっていうふうになると、多分、大概の人は、このエラーなんて調べようと思ったって、そうそう本にだって書いているわけがないし、何ですか、ネットでやって、いろんなところでやって、書き換えていっても、うまく動かない。だから挫折するっていうようなお話になっちゃうんですね。で、その時に、僕が常日頃から一人でやった時に思ったのは、誰か身近な先生がいてくれたらいいのにな。まあ、先生っていうか、誰か身近にすぐ答えてくれる人がいいのになっていうふうに思ったから、僕はこの動画をやり始めたんです。で、先生っていうのは、あまりにもおこがましいので、道端でやっている、ただの大道芸をやってるおっさんなので、ストリートインストラクターっていう風にして皆さんの前でこう大道芸をやってるわけですね。でも、多分これ知らない人がやったらまるで手品のように見えるんですよ。でも手品の種っていうのは本当にね、
プロの手品師とこれが違うところはどこかっていうと、プロの手品師っていうのは種は絶対に明かさないんですけど、このコードを読み解いていけばマクロの種っていうのは分かるんです、絶対に。で、この間ね、昨日かね、なんかね、僕の YouTube に出てきたんですけど、なんだ、マクロで重要なこと、マクロは見えてる必要はない、階層分けをすればできるんだみたいなことを言ってたんですけど、その方の動画を私批判するわけではないですけど、セミナーに出ていれば分かるかもしれませんが、あの長さのところで階層分けをしろ、階層分けをしろって言ったのしても、多分素人はちんぷんかんぷんだというふうに思います。その方が結局言いたいのはどういうことか、どういうことだったかと言いますとね、こういうことなんですよ。この転記をする際、今これはもうドイツフォルダー内にあるので映ってきます。はい、こうやって、はい、映ってきます。こうやって映ってくるんですけど、その方が言いたかったのは、マクロっていうのはこういうふうにちゃんと定義をすると、テストのワークブックが開いてなくたって値を引っ張ってこれるんだぜっていうことを言いたかったんですよ。つまり、マクロがわからないとか、もうマクロって言っただけでアレルギー反応を起こしてしまう場合には、ここから説明しないと多分受け入れてくれないんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、この1個の今小さな感動を積み重ねて、Excel を勉強していくと、いつかできるようになるんです。そのいつかっていう日は絶対にわからないんですよね。それは申し訳ないです。皆さんが勉強した時間、努力した努力したね、その時間に比例するので、これはわからないです。いつかっていう日は、いつ来るかはわからないですよ。でも頑張ってやっていれば、取れるね、取れるっていうか、できるようになる日は必ず来るんですよね。はい、僕ね、よく新人研修の時にね、よく言ってたんですけど、努力ってね、恥ずかしがり屋なんですよ。努力は恥ずかしがり屋なんです。なぜ恥ずかしがり屋かっていうと、人に見られるのを嫌うんです、絶対に。そうなんですよ。人に見られるのを嫌うんです。で、努力の友達っていうのはあなた自身なんです。自分自身しかいないんです。で、その努力を、ね、その努力と2人で仲良くやっていくと、その努力っていつか絶対にご褒美くれるんです。うん。ね、それはあなたの夢が叶えるっていう翼を必ずくれるもんなんですよ。だけど、ね、その努力をやってるんだぞとかって人に見せちゃったりすると、努力ってその瞬間に嫌いになっちゃって、結果くれないんですね。うん、わかります。努力っていうのは一人で悩んでやるもんなんです。だから本当にうまいバッターとか、イチローとかを、もう引退しちゃいましたけど、落合さんとかっていうのは、多分僕ものすごい努力家だと思います。ただ落合さんが言ってるように、プロなんだから練習してる姿を見せてどうすんのって。だからすごい多分陰で努力してると思います。逸話かなんかで、落合さんが夜中に素振りをしてる時に10回ぐらい振ったら、息子の福士君が目覚めて起きたって、それぐらいブンっていう音がすごかったっていう逸話が残ってるぐらいだと思うんですね。じゃなかったらあんなすごいバッターになれないと思います。ね、別にヒット4000本を打つわけでもない、そんなね、特殊なね、わざと詰まらせてホームランを打つみたいな落合さんになる必要もない、わずかこのコードを理解するだけなんですね。で、わからなかったら私のところに来てくれればいいんですよ。で、ただし丸投げは受け付けませんというお話になっております。はい、これがヒントなので、じゃあ、その人に、その方にやっていただきたいのは、アクティブワークブックからマクロデータにコピーというふうになってますので、ここのところを、開いた、つまり開かなかったブック、その3とか4とかありますよね。そこのところの始めから最後までというのを、何回も動画で紹介しています。変数を使って、4i next で、4 next 構文でループをかけて、ここからここまでというふうに、指定をするといいですよね。で、必ず、つけなきゃならないのはオフセット、その1個下からコピーしろというふうにすれば、絶対にあなたの欲しいファイルはできるはずです。はい、こんな内容になりました。はい、
今日は、ちょっとこの辺で、終わりにしたいというふうに思います。はい、お疲れ様でした。はい、今日の動画いかがでしたでしょうかね。私に質問をくれた方が、見てるかどうかはわからないですけれども、こういうふうにやれば、簡単にできるということがお分かりになったのではないでしょうか。で、一旦コードを見せてもらったんですけど、インプットボックスとかいろいろなことでパスをしてしましたので、あとは、あとは私の動画とそれから本に書いてある知識を、組み合わせればご希望のファイルは、ご自身で苦労したとしても1週間もあればできるんじゃないかなっていうふうに思っております。ね、分からなければまた私のところに質問していただければよろしいかなというふうに思いますので、はい、それはお金はいただくつもりはございませんので、どうぞ参考にしてみてください。はい、今私ね、こうエクセルでこうエクセルじゃないや、ツイッターでいっぱいつぶやいてて、競馬の方とかですね、そういった方とちょっとねフォロワーになったりならなかったりということで、いろんなこうコメントをこうやり合っているんですけれども、なんて言うんですかね、これ僕がね今の会社に入った時にその部長が言ってたんですけど、欲しいものをすぐ自分の形にできるのって強いよね、そういう人っていいよねっていう風に言われたんです。いいですか。僕は今の会社に入った時は34歳の時だったんですけど、とてもじゃないけどパソコンなんか全く分かんなかったし、インターネットエクスプローラーでネットサーフィングライトしかできなかったんですけど、今はね、ある程度そのパソコンのスキルではないですね、エクセルやアクセスのスキルは僕はついてきたんじゃないかなっていうふうに思っています。多分僕も今の会社に入らないでこの年になってたら、そんなインディックスとマッチ関数を組み合わせるとかマクロだとか、Excel に転送とかってそんなことは多分できるようにはなってはいなかったというふうに思っております。いいですか。できるものをすぐ形にする。そして私が思ったのはですね、コールセンターっていうのは年齢層若いんですよ。実際に私が初めについたリーダーって25歳の女、まあ、女っていうかね女性でしたから、ね、その中で34歳の人間が生き抜こうと思ったら、ね、人一倍努力しないからダメなんです、そんなのは。うんそうですよね、ある程度の努力ってのはしなきゃなんないです。で、会社に行ってベストパフォーマンスを出すのはそんなのは当たり前、ね、できなかったら家でやるんですよ、頑張って、ね、1時間も2時間もやれって言ってるわけじゃない、そんなもん30分だけでもやっていくだけでも、その積み重ねです。その積み重ねがあれば、あんなマクロなんていうのは、そのね、一流会社とかに提供するものだってそれは分からないですけど、自分が欲しいことぐらいは少なくとも実現できます。で、私は自分が、実現できるものを、売ったらお金になったっていうだけの話なので、何もそんな難しいことではないと思うんですね。うん、それで挫折するんだったらもうそれはしょうがない。もう その人の、スキルとかそういう問題ではないですと、やる気の問題になっちゃうと思いますね。はい、でしたらもうそれはご自身のスキル内で、それ以上の身の丈のことを思わないでやるしかないです。ただ今よりも成長したいと思うんだったら、自分で本を読むなり、私の動画を見るなり、自分で実際コードを作って動かしてみるなりということをやれば、これぐらいのことは、簡単にできるようになります。年齢は関係ないです。重たいものを持つわけでもない、クソ難しい問題を解くわけでもない、60代のエンジニアが自分でバン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 ソフトを作って売ってる時代ですから、年齢は関係ないです。私も今48ですけど、年齢は関係ないです。48でもこれぐらいのことはできます。はい、じゃあ、また、今度は火曜日になるんですかね。火曜日は久しぶりにアクセスのことをやってみようかなっていうふうに思ってます。で、アクセスなんですけど、なんかね、コード、ちょっと、高いところをやってたんですけど、アクセスに関しては、ちょっとホームページの方も変えまして、ですね、相当基礎からやっていこうかなっていうふうに思ってます。この間ちょっとね、私の友人の、奥さんともちょっと、その方のね、お嫁さんともちょっと喋ったんですけど、なんていうんですかね、アクセスで挫折したっていう方だったんですよね。で、どうしてもアクセスっていうのはこうマクロ使えないと面白くないんですけど、僕、Excel のマクロとアクセスのマクロをどっちを先にやった
方がいいかっていうと、アクセスのマクロを先にやってった方がエクセルのマクロって入ってきやすいんじゃないかなというふうに思うので、まあ別に視聴回数が上がる上がらない、チャンネル登録が増える増えないは別にして、ちょっとアクセスのね、また基礎のところからちょっとやっていきたいなというふうに思いますので、どうぞご視聴のほどをよろしくお願いいたします。そこには必ずこういったねマクロをつけて皆さんにご紹介をしたいというふうに思いますので、 Excel のマクロとアクセスのマクロっていうのは似たもの同士っていうかもう同じですので、要はセルで指定するかフィールド指定するかの違いになってますので、まあちょっとねご付き合い、ご視聴のほどいただければなというふうに思っております。はい、それではまた次回、の動画で私と一緒に Excel アクセスのスキルアップを、高めるように頑張っていきましょう。スウェードインストラクター井川直輔が提供いたしました。それではさようなら。本日も最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。この動画では現場で役立つ Excel アクセスのスキルをご紹介しております。こういう動画を上げておりますので、どうぞ皆さんご視聴いただきますようお願いいたします。コメント、ご意見、質問等ございましたらコメント欄に書き込んでください。また最近サブチャンネルもオープンしましたので、ご興味のある方ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。